この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。黒猫魔術店の魔女の三つ猫です。今回は黒猫魔術店のこの店内からこちらの木をご紹介したいと思います。皆さんこちらの木なんだかお分かりでしょうか？こちらはポプラという木になります。この木なんですけども、黒猫魔術店では木のこの枝の方を販売しているんですけれども、まだ葉っぱついた状態なのでこれから処理するんですけど、乾燥させてこの木の枝の方を販売しております。でこの木の枝なんですけど、何に使うのかというと、こちらのワンドと呼ばれる、まあ、魔法の杖というやつですね。こちらを皆さんお作りになりますので、その材料を販売しております。私のこのワンドは白樺の木でできていますが、ポプラの木の方でも作ることができます。そしてポプラは古くから特別な意味がある木として、ケルトではかなり重要視されてきた木になります。これからご紹介するんですけれども、まずはポプラの植物学的な知識の方からちょっとご説明したいなと思います。ポプラは和名では山ならしと言って、山ならしは柳か山ならし属ですね。なので柳の木ということになります。柳の木の一種です。で、西洋箱柳とも言いますね。西洋箱柳は、まあ、主にヨーロッパの方で採れる箱柳のものですね。で山ならしっていうのはジャパニーズの山ならしなので日本産です。でもこれ葉っぱを見る限りでは西洋箱柳なので、もうポプラ原産種かなって思いますね。でポプラは別名をアスペンと言って、アスペンといえば木の木材かな、木材のことをアスペンって言ったりします。それはポプラと同じ木になります。で魔術書ハーブ学書にはポプラという項目とアスペンという項目があるんですけれども、それは地域によって使い方が異なりました。ポプラという意味で書かれているのはヨーロッパで発達した魔術のやり方とかポプラの意味っていうことになりますが、アスペンの方は主にアメリカ大陸の方で魔術で使用されてきたやり方、使い方っていうのを表しています。ただ同じ木になりますので、どちらもポプラです。はい、ポプラでありアスペンですっていうことで、うちの方ではブログで意味も書いてあるんですけど、そこでは統一して書いております。でポプラはとても成長が早く、まっすぐに伸び、そしてとても 2-30m というとても高い木になります。で葉っぱがこのような、こうこんな感じの形の葉っぱがつきますね。広い三角形くらいの葉っぱです。これが特徴ですね。で樹皮は縦に裂けている樹皮、見えますかね、縦に裂けている樹皮になります。雌雄異株で4月から5月に垂れる形の花を咲かせます。で果実は5月から6月に咲く咲く花というやつで、ただ日本にメス株は輸入されてないようなので、日本で見ることはもしかしたらできないかもしれないです。花咲いた後に白い綿毛を飛ばすことからコットンウッドとも呼ばれます。で、ポプラは日本では街路樹とか防風林として植えられることが多いですし、北海道大学のポプラ並木とかが結構有名ですよね。ドラマとかにもなってると思います。で柳なので山中でも比較的簡単に見つけることができると思います。でポプラに関する神話としては、
ペルセポネとかイザナギの巫女の冥界の旅を象徴する樹木で、風のシルフ、風の精霊のシルフの力の影響も強いと言われてます。突風でそよ風が吹いた時にざわざわとささやく木であり、話していると言われるので震える木とも言われます。これを風属性の精霊シルフからのメッセージであるとされました。なんかざわざわっていう感じで、絶対ポプラって騒ぐって言われますね。で、魔術的能力としては金運とか、あとは話術に長けるとか弁論術とかですね。で、あとは魔除けにも使われてきました。アストラル当社対外離脱するための飛行難航の材料にもなると言われていますね。つぼみとか葉っぱとかを刺しにして持ち歩いたり、お香で炊くと金運を引き寄せる魔術になると言われます。うん、金運として使う金という感じが多いかな。拝む占いでの意味だと、風の声、再生への助けという意味があります。で、あとはポプラってまあ柳なんですけど、柳って結構あの品種が見分けづらいっていうので有名で、ケルト人でも種別ができなかったと言われています。で、ポプラ挿し木すれば根が張るくらい結構どこでも育つ強い木です。だからあの曖昧な土地の中で早い成長を促して、柔軟に広く根を張る土台を形成する木として、あのとてもあのいろんな魔術に使われてきたし、それで金運が良くなるっていうことは、そのビジネスの土台を広げるという意味でもかなり使われてきました。で、ハーブ学的な要素としては、属性が水属性かっこ風属性で、守護惑星が土星かっこ水星で、陰陽だと陰星かっこ陽星で、今括弧で私言ったのは、括弧の方はアスペンの属性とか惑星になります。だからポプラヨーロッパの人たちが考えてた属性惑星と、あとアメリカ大陸の人たちが考えてた属性惑星っていうのはちょっと違うっていうところですね。あとは、出生の方は2月4日から8日生まれ、5月1日から14日生まれ、8月5日から13日生まれ、9月22日から秋分の日生まれまでの人たちの守護樹木になります。あのかなりたくさんありますね。それほどポプラはあのたくさんの日の人たちの生まれの人たちの守護樹木になり得る。だからとてもあのポプラはかなり重要視されて、ケルトで重要視されていました。ということで、今回は黒猫魔術店の魔女三つ猫がポプラの木をご紹介いたしました。こちらのあのワンドもあるときはある、ないときはないんですけども、あのもしポプラの木でワンドを作りたいなって思った方はぜひチェックしてみてください。チャンネル登録、そして高評価ボタンもどうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございます。魔女三つ猫でした。